富谷駅は、新潟県村上市富谷にある、東日本旅客鉄道右越本線の駅である。新潟県北端に位置していた、旧三北町の中心駅。新潟県内に所在する駅としては最北端となる。特急、稲穂はじめすべての定期旅客列車が停車するが、臨時列車、帰りは、当駅を通過する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線。 計二面三線のホームを有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。村上駅管理の業務委託駅で、駅業務は、JR 新潟ビジネスが受託している。駅舎には、緑の窓口、自動券売機のほか待合室、自動販売機、トイレなどがある。かつては、前田製管専用線が存在した。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車辞任は56人で、ある。1965年度、1970年度、1975年度、2000年度、以降の推移は、以下の通りである。駅周辺は、旧、三北町の中心地。2.3番線の西側には国道を挟んで、日本海が広がる。かつて観光列車、キラキラ、上越。 が停車していた際は、上津品布の体験施設、三北西行の里への観光コースが用意され、団体の無料送迎が行われていた。新潟交通観光バス勝木営業所の路線バスが、富夜駅前バス停から発着する。特急、稲穂の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。